じゃあ自己紹介をお願いしてもらっていいですかね。自己紹介ですか？2ヶ月前に私、自己紹介させていただいたんですけども、テキサスに1984年からいるんですよね。で、日本とアメリカをこう行ったり来たりして、日米の懸け橋というところで、今、ダラスに私の出身地の長野の善光寺の別院を建てようと動いています。はい、ありがとうございます。ルークさん、すいませんね。なんか、こちらの、何？どうした？映らない。あ、映りそうだ。あ、映りました。接触が悪かった。大丈夫ですはい、か？接触不良が改良されて、はい、ルークさん、映りました。じゃあ、ルークさんからもう一度お聞きしてもらう。はい、今日はですね、ルークさんが実はアメリカのですね、テキサスをベースに不動産の開発とかですね、不動産をいくつかやっていて、私もテキサスの不動産投資はしてますし、テキサス以外カリフォルニア、もともとルークさんはロサンゼルスに拠点があって、ロサンゼルスで不動産開発とか、いろんなですね、不動産事業をやってきたんですが、やっぱり商機はテキサスにありということで、5年ほど前からですね、テキサスにも今日構えて、向こうにもですね、ライセンスを取って、そしてルークさんは、日本人初めての、CCMI でしたっけ？ CCIM ですね。あ、CCIM です。はい。なかなか困らない。CCIM。つまり、商業施設、商業ビルを開発できる唯一の日本人としてスタートしたことが一番有名なところなんですね。今もう後輩とかいるんですかね？今、日本でもその団体ができてですね、たくさんはい。後輩いますね。はい。ということで、アメリカにおける不動産投資とか不動産商業開発ですね。はい。はい。ということにおいては、第一人者。で、今は、ご自身も現役でやっていらっしゃいますが、日本にいる人たち含め、日本の、一流企業の方も、彼の弟子っていうか、教え子っていうことですね。で、そのルークさんがですね、実は、皆さん、この育成講座ではなくて、投資家クラブに入って、皆さんに対して何を行うかというと、私がお願いをして、投資家クラブに入った方で、いきなりテキサス不動産買おうと思ったら、やっぱり3000万後半から4、5000万するんで、いきなり一発4、5000万払える人、そんな多くないと。でも、200万前後だったら買える人いるんじゃないかということで、200万では買えないよ、当然。これを債権化するって、不動産を債権化する、これを作った本人が彼なんですよ。ルークさんが若かりし頃、今61歳ですね。いや、63です、今年。あ、63歳。ルークさんの30代でアメリカで不動産ビジネスやってる時、その当時は三井不動産でしたっけ？そうです。三井アメリカ。はあ、三い。井アメリカ時代に、不動産で、単発で買う人はもちろんいいんだけど、それを債権化するっていうことで、債権化だから小口でやったりとか、一口いくらとか、それをアメリカで実践して、日本にもブームを作って、アメリカの三井不動産をベースにやった男っていうか、方がこちらのルークさんなんですね。で、それを今回、投資家クラブ、今、育成講座なんで、これ入ったら、投資家クラブの皆さんには、今現在、テキサス自体は今、上がり基調ではあるけども、まだまだ上がるであろうということと、そして皆さんが資産を円でしか持ってない人が多いと思うんですね。で、アメリカの不動産を持ってる人も少ないでしょうと。じゃあ、アメリカの不動産をいきなり持つ前に、まずは皆さん、実験というかテスト的に、2、300万円ぐらいで、一口で株主みたいなイメージで、債権で一つの建物を共有するのはいかがですかと。これを投資家クラブでやろうというのが今回のお話です。つまり、皆さんの中で、まるまる買える人はどうぞ買っても OK ですが、買う前に、ちょっと一回どういうものか分かんないから練習、もしくは2、300万、あるいは一番下が150万だっけ？そうですね、はい。はい、要は債権化だから、一つの建物が4000何百万円をすると、それを30人で持つか40人で持つかってやつで、それを今現在計算していただいてるんですが、それが後でパワーポイント出るんだっけ？今出ますか？ いや、今日はパワーポイントは用意してないです。さっきいただいた資さっ料きの。の、さっきの話の流れで、じゃあ私の方からちょっと話していいですか、塾長。じゃあお願いします。はい。皆さん、こんにちは。2ヶ月前に私、自分の自己紹介とですね、
テキサスの不動産の話をざっとさせていただきましたけども、今日はですね、まずテキサスの不動産の魅力についてお話したいと思います。テキサスなんですけども、今ですね、アメリカの全米の都市の中で一番成長しているのが、このテキサス州の、私がいるダラス経済圏なんですね。で、過去10年間の人口が、130万人こう増えているんですよ。で、全米の今、ニューヨーク、ロサンゼルス、そしてシカゴ、4番目がこのダラス、で5番目がヒューストン、同じテキサスなんですけども、そういったことで、俗に言うフォーチューン500カンパニー、今ですね、そこに本社を構えている企業っていうのが、24社あります。で、これはニューヨーク、シカゴと並ぶぐらい多いんですけども、ダラスは、ダラスを中心としてですね、全米一のこの物流網というのが構築されているんですよ。で、ダラス・フォートワス空港から飛行機に乗るとですね、アメリカ国内の主要都市すべてに4時間以内で行けるんですね。だから日帰り出張ができてしまうんですよ。で、アメリカ以外の国外、例えば日本、東京も飛んでますし、世界66カ所に直行便が出てるんです。こういった立地の強め、この間私2ヶ月前に、地政学的に今最強の州という話をさせていただきましたけども、この立地の強さですね、そしてあとはこの物流網による、コストの優位性、そして何といっても企業に優しいこのビジネス規制というのがありまして、非常に企業活動に協力的というのがあります。で、あとは税金が低いと、前もお話ししましたけども、法人も個人も州税というのがないんですね。そういったいくつかのメリットから、多くの企業や人が、テキサスに移っています。で、特にこのパンデミックを迎えまして、先ほど申し上げた例えばニューヨーク、一番人口の多いニューヨークは約17万人がニューヨークから脱出しました。で、ロサンゼルスは約12万人、シカゴは約7万人と、みんな人口減ってるんですよね。それに対してダラス経済圏というのは約19万人人口増えてます。2012年から2016年の間に、さっきのニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴから10万人以上の人が移ってきてるんですね。そういった中で、テキサスっていうのはまず生活費が全米平均よりも 10% は安いんですよ。カリフォルニアは逆に全米平均よりも 50% 高くなってます。で、昨今ですね、この在宅ワーク、それを採用する企業が増えているので、生活費が安くて交通の便がいいこのダラス経済圏に住もうという人がどんどん増えてます。アメリカの国内だけではなくて海外からもですね、2010年から2020年の10年間に50万人以上の人が、ダラス経済圏に移ってます。これは全米で一番 でしかもですね、高学歴の人たちが移ってるんですね。それがこのダラス経済圏なんですよ。で、実際不動産の話をさせていただくとですね、2022年の4月の物件のですね、平均価格っていうのが今40万ドルなんですよ。で、これは前の年と比べると123% 増えてるんです。で、前の月3月と比較してもですね、平均価格っていうのが2万8000ドルも上がってるんですよ。で、中央値っていうのが2万ドル上がってるんですよね。で、要は供給に対して需要が多いので、在庫不足というのが続いてます。で、物件を売りに出すといいねよりもやっぱ高い金額で売れるんですけども、制約までの日数っていうのがもう23日ぐらいで売れちゃうんですよね、平均。短期間で売れてしまうし、これは約2年前と同じ時期と比べても半分ぐらいの日数で物件売れてます。そういったマーケットなんですけども、今画面に出てるこの家っていうのは、私が昔住んでいた家で、塾長もね、新和義塾のダラス校に講座があるときにはここに泊まってもらって、で、ここで筆筆活動もずっとされてましたよね。すごい立派なとこで、庭付きプール付きですよ。で、超でかい。ニューヨークも、そうですね、ニューヨークもね、海外、アメリカ来た時はここに泊まりましたよね。ニューヨークが泊まったか。あ、そうかそうかそうか。
で、実はこの家って私、2016年の8月に買ったんですけども、その時買った値段っていうのが、ですね、34万7千ドルだったんです。倍以上ですね。それが、昨日これ売りいたんですけども、69万9千、だから倍以上で売れてるんですよね。まあ、6年弱で倍以上になってるんですよ。で、実はこの物件、私が持ってた後に、まあ、日本の私のお客さんに売ったんですけども、まあ、そのお客さんがね、まあ、円安なんで、この時物件売って、日本円で持って帰りたいということでですね、で、まあ、いくらで売りますかってところで、まあ、十数万利益乗っけて、じゃあ53万ドルで売ろうかって言って、53万でマーケットに出したんですよね、今年の初めに。そしたらですね、どんどん高いオファーが入って、なんと60万ドルで売ったんです。53万ドルのオファー出してもいいっていう人の物件が60万で売れたんですよ。すごくないですか。それからさらにまた上がってんだ。それで買った人は、まあ、自分に住むために買ったんですけども、他の州に引っ越さなくちゃいけなくなってですね、でマーケットの市場価格を見たら、もうその時から4ヶ月で約10万ドル上がってるんですよ。で、69万9千円で昨日市場に出したんですけども、まあ、きっとこれ以上の金額で売れると思います。だから、4ヶ月ってことは、まあ、平均すると、まあ、1ヶ月で2万4750ドル上がってるってことで、まあ、さっきね、私1ヶ月で2万ドル以上上がってるって言ったんですけども、まあそんな感じなんですよね。まあ、これが今のダラスのマーケットなんです。で、こういうマーケットの中で、まあ確かにアメリカの、ね、金利がどんどん上がってきて、まあ、全般的には住宅の、まあ、購買意欲が落ちるんじゃないかと言われているんですけども、ダラスの場合は人も企業も移っているんで、実時のすごいニーズがあるから、そういうマーケットの中でも物件の価格は上がっていくと思います。で、まあ、先ほど塾長がおっしゃったように、まあ、例えば物件丸ごと買う、まあ、これが本当は一番いいんですけどもね、まあ、私日本のお客さんの物件、まあ、200物件以上管理させていただいているんで、まあ、中には売ってもいいよって方もいらっしゃるし、まあ、このお客さんみたいにですね、まあ、例えば、今、ね、70万ぐらいする物件だけど、まあ、4ヶ月前にいや53万で満足だよってお客さんもいるわけですよ。で、そういうお客さんの物件を例えば日本のお客さんに言うと、ね、やっぱマーケットで買ったら絶対買えないような物件が買えるというメリットもあります。まあ、ただね、やっぱ、まあ、何十万ドル、まあ、さっきも言ったように40万ドルぐらいの物件って言ったら、まあ、それで、ね、日本円にすると、まあ、結構な金額いくんで、それを不動産が、まあ、バックにある形で、まあ、それを小口化して売るというかですね、まあ、皆さんからこう預かったお金を不動産を買ってですね、それを運用していくということで、まあ、さっき塾長がおっしゃったように、まあ、大体一口、まあ、例えば1200ドル、まあ、130円計算だと156万とかですね、まあ、そのくらいの金額でこう募集して、まあ、不動産ですんでね、しかもダラスの不動産っていうのはこう上がってるんで、まあ、皆さんに自信持って進められるんじゃないかってことをちょっと塾長と今考えている次第でございます。まあ、詳しくはまた塾長と練った後で、発表させていただくんですけども、まあ、こんな感じでよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、皆さん拍手お願いします。で、実はこの仕事ルークさんにお願いするのはすごい大変なんですよ。ルークさんは人がいいから、で私と十数年仲だけやってくれるけど、これめんどくさくてしょうがない。だから不動産に詳しい、ね、参加者の方は分かると思うけど、こんな細かくめんどくさいことは絶対誰もやらないです。だから普通誰もやらない。で、私とルークさんの信頼関係と投資家クラブの皆さんにはさまざまな経験値を積んでいただきたいということと、日本円でしか皆さん資産運用を持ってない方が多いと思ったので、じゃあドル建てで皆さん資産運用することを経験してみませんかと。で、これ育成講座でやるにはちょっとね、まだレベルが難しいんで、投資家クラブに入る夢と未来を、何か自分の未来を明るくしたいとか、チームで何かやりたいという方は、みんな連帯意識が高まるし、同じ物件を持ち合ってるっていうことは一つのチームメイトとしてもいいかなと。で、現地に、まあ、ルクさんはじめ、まあ、多くのテキサスっていうのは日本の大企業が山ほど今来てて、超ウルトラ成長盛り。そして先ほど出たイーロン・マスクさんもあちらに拠点を構えた。そしてガーファのほとんどがテキサス移動。で、これは地の利から考えたら成長一直線のマーケットで、
どん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 全米から金持ちが集まってきているマーケットなんで、いや、一番世界で一点買いするならテキサスだということで、投資のプロとしては皆さんにこれなら面白いよということで、お伝えした次第です。で、これをで、ね、あのルークさんに、すみません、あの日本時間で土曜日の夜中のお時間です。彼は金曜日の夜中のですね、ちょうど飲みたい盛りの時間帯なんですけど、もう今家に多分帰っていらっしゃると思うんですが、ルークさんどうもありがとうございました。はい、どうも。はい、ちょっと私なりにちょっと気を使って早めにあの出演してもらった方が、後からゆっくりと、ありがとうございます。お時間があって暇だったらこの後の話を聞いてください。はい、そうしました。この後